皆さんこんにちは。鳥取砂丘で大ヒットした演歌歌手の水森かおりさん。水森かおりが何年前に極秘結婚した真相と氷川きよしの隠し子の真相や年収額について紹介します。まずは水森かおりさんの経歴とプロフィールから紹介します。水森かおりは演歌歌手です。所属事務所はながらプロダクション、所属のレコード会社は徳間ジャパンコミュニケーションズです。東京都北区出身、血液型は B 型です。ニックネームはミモリンです。1995年におしろい花でデビューでした。2002年に東尋坊がカラオケファンの支持を受けてメジャー歌手への足がかりをつかみます。2003年鳥取砂丘が大ヒットしてブレイクし、 NHK 紅白歌合戦には19年連続出場中です。また2005年には第47回日本レコード大賞最優秀歌唱賞を受賞します。2006年には熊野古道、2007年には一人さつまろうでベストヒット歌謡再演歌歌謡曲部門グランプリを2年連続で受賞しました。2008年2月8日には東京都北区のイメージアップを図ることを目的とした北区アンバサダーを委嘱されました。鳥取砂丘のロングヒット以降の水森はご当地ソングの女王と呼ばれ、彼女の元には地方自治体などから地元にちなんだ曲を歌ってほしいという依頼が毎年殺到しています。酒が飲めない体質であるが、演歌の歌詞に酒が多く登場することも手伝い、演歌歌手は酒をたしなむと思われがちで、ことあるごとに酒を勧められて困ることがよくあります。プロ野球読売ジャイアンツファンです。エレファント鹿島市の大ファンで、ファンクラブにも入っていたことがあります。水森かおりさんはアラフィフですが、現時点では結婚していないようです。念のため調べてみましたが、既婚歴もないようです。水森かおりさんが結婚していると言われる理由は2014年4月のエイプリルフールが原因のようです。この日は夜桜演歌祭りの公演が行われ、水森かおりさんは結婚しますと発言しました。周囲はサプライズかと思い、おめでたい雰囲気になりましたが、実はエイプリルフールのジョークでした。水森かおりさんは後に、結婚の予定はございませんので、あと10年くらい待っていてくださいとブログに書いています。ですので当然子供もいません。しかし水森かおりさんのオフィシャルブログを拝見していると、頻繁にではないものの時々子供と一緒に写っている写真がアップされています。これは水森かおりさんの子供なのではと思った人もいらっしゃるのではないでしょうか。それもそのはず、一緒に写る子供の正体は水森かおりさんの甥っ子だったのです。水森かおりさんにはお姉さんがいて、姉家族と交流している様子がたびたびブログに綴られていたのです。7歳差の2人兄弟の誕生日を一緒にお祝いしたり、一緒にイベントを楽しんだりする様子がブログにはアップされていて、とても穏やかで和やかな雰囲気ですので、水森かおりさんに子供がいるのではないかと錯覚したファンが少なからずいたようです。水森かおりさんが結婚していないのは氷川きよしさんが関係しているからだとの噂があります。水森かおりさんと氷川きよしさんは同じ事務所ながらプロダクションの先輩後輩という関係です。水森かおりさんが先輩にあたります。インターネット上では水森かおり氷川きよし結婚といった検索ワードが出てきますので、二人の関係を怪しむ方もいらっしゃったかもしれませんが、水森かおりさんと氷川きよしさんはただの先輩と後輩という間柄に過ぎず、交際関係にはありません。かつてコンサートで水森かおりさんが、結婚できるなら誰でもいい、もうこの後に及んでジーンズが似合う人などと言っている場合ではないと発言した際に、氷川きよしさんが自分はベストジーニストに選ばれたことがあるとさりげなくアピールしていたかのように思われたことがありました。同じステージ上で氷川きよしさんが水森かおりさんに対して公開プロポーズをしたと勘違いした人が、水森かおりさんの彼氏が氷川きよしさんだとのデマを流してしまったことがこの騒動の発端でした。水森かおりさんはかつて自身の結婚観について、それほど強い結婚願望はないものの、いずれは一生添い遂げることができそうなお相手と結婚したいと語っていたことがありました。30代の頃には40歳になるまでには結婚したいとも語っていましたので、結婚願望はあるようです。
しかし、その結婚願望も40代になってからは徐々に弱まってきていて、結婚したいと思ったり仕事に打ち込みたいと思ったりするような感情の起伏がなくなり、楽しい仕事に打ち込み続けていきたいとの気持ちが強くなってきているようです。水森かおりさんの好きなタイプは G ズの似合う爽やかな人です。しかし最近では誰でも良いとの発言も見られることから、絶対こういう人でないとダメというのはないのかもしれません。そして水森かおりさんは大学時代にアメリカ留学をしていた際に、ニューキッズ・オン・ザ・ブロックのジョー・マッキンタイヤさんのことが結婚したいと思えるほど大好きだったそうです。ジョー・マッキンタイヤさんはスマートなイケメンなので、水森かおりさんはイケメン好きで理想が高いのかもしれません。さて、30代の頃には40歳になるまでには結婚したいと語っていたにもかかわらず、結婚のタイミングを逃してしまった理由は、仕事が充実しすぎていたことだけではなく、水森かおりさんの性格も大きく影響を与えていたようです。マスコミのインタビューやコンサートでのトークなどでも、水森かおりさんの発言の端々から恋愛に関して受け身がちなタイプであることが伝わってきます。その一端をご紹介します。2022年9月25日に中野サンプラザで行われたコンサートで曲間のフリートークを行った際に、自身の結婚について話す場面があり、結婚相手探しは仲良しのサンドウィッチマンの伊達ちゃんに任せているので、良い結婚相手が見つかるかどうかは伊達ちゃん次第ですと話し、会場内にいるファンの笑いを誘っていました。また雑誌コンフィデンスでは、記者から最近買った高額なものを聞かれた際に、散々悩んだ末に買ったのがスーツケースで、普段からあまり物欲や金銭欲がないと答えていました。物だけではなく人に関しても手に入れることに執着しない性格のようですので、恋愛や結婚に関しても自ら積極的にアタックするタイプではないということが伝わってくる発言内容です。もともとは結婚願望があるタイプのようなので、人からの紹介や相手からの告白があれば、意外とすんなり結婚にまで進展する可能性もあります。ですが、40歳を過ぎた頃から結婚願望が弱まり、楽しいと思える仕事に打ち込み続けていきたいとも語っていますので、水森かおりさんが結婚する可能性は低いと考えられます。水森かおりさんが結婚していない理由は、年収が破格すぎて男性からすると自分では釣り合わないのではないか、身分不相応なのではないかとの気持ちにさせてしまうからだと言われています。水森かおりさんの年収はどのくらい破格なのでしょうか。とある年収サイト給料バンクによると、演歌歌手の平均月収は45万円で、平均年収は550万円から750万円と発表されています。40代の平均月収は70万円というデータもあることから、演歌界は年功序列が強い世界と言えそうです。そんな中において、水森かおりさんは楽曲販売だけではなく、テレビ番組にも頻繁に出演していますし、ご当地ソングの女王という異名を取るほどご当地ソングニーズの高い演歌歌手ですので、水森かおりさんの年収は優に演歌歌手の平均年収を上回っていることは明らかです。全国各地からご当地ソングのオファーが殺到し続けていて、それだけでも年収はものすごいことになっていそうですし、楽曲収入やコンサート収入、さらにはテレビ出演料を含めると、水森かおりさんの年収は数千万円を下らないのではないでしょうか。サラリーマンの平均年収が400万円台の時代において、水森かおりさんほどの年収を稼ぐ女性に対しては、さすがに自分に自信のある男性でも一歩引いてしまうのは致し方ないことだと思います。逆玉の腰を狙う男性がいないとも言い切れませんが、得てしてそういった男性は性格的に難があったり、結婚に向かない対応であることが多いですので、逆玉の腰を狙う男性との結婚も実現しなさそうな感じです。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。